今回は、山火事中将の強さを考察する読者の反応集を紹介します。それではどうぞ。モモンガ以下、中将のベンチマーク。モモンガ中将は愛されてるからな。コビーの当て馬だろ。バスターコールの時の強キャラ集どこ行った。シャンクスの覇気に耐えられない方の中将。すごくかませにちょうど良さげなポジション。ケムリン以下、中将が困難ばっかだからフジトラや翼竜が戸様で対象になるわけだ。多分キザル派。鬼雲とストロベリーとモモンガとドーベルマンのスレも立てろ。最弱中将はモザンビアだっつってんだろ。中将って当たりの方が少ない気がしてきた。四高大なり大将大なり最高幹部中将のイメージある。四高大なり大将大なり最高幹部中将のイメージある。中将の大体のランクとかってあるのかな。ガープやオツルさんは強い方なんだろうけど。ないと思うよ。大の海軍中将の男が30代の女性にハート目なんてするわけないよな。ガープが最強で一歩下にオツルさんとチャブタとモモウサギがいて他はあんま変わらないくらいのイメージ。ジョンジェイアントも強かったのかなというかあの人は生きてんのか白ひげ戦で死んだのか。モモンガとの経験の差バレバレ。中将クラスも賞金目当てで暗殺されてれば面白いのに。腐っても2年前ルフィじゃ太刀打ちできないレベルだぞ。2年前ルフィは七部会2人倒してるんですが、メイナードバスティーユラクロは名付けたがアリステンレスモザンビア山火事あたりが外れ中将だと思ってんすがね。中将はある程度強くて経歴積んでたら誰でもなれるんだろうな。ベルゴ中将とか。覇気が使えるのが条件とかじゃないんだ。モモンガって海王類に勝った超強い中将。ソーハンコック呼びに行ったりしてた人。四高海軍大将大看板スイート四小生飛び六砲大なり海軍中将ガープを釣るのぞくこんなイメージ。ちょっと待て飛び六砲より弱かったらある意味中将弱すぎだろ。明らかに今のケムリンより飛び六砲の方がルフィたち苦戦させてただろうし。退職後に暇だから食卓で仕事しに来てるレベルだよねじいさんやばあさん。中将の上積みってあんまし中将に残らないシステムなんじゃないかな。大将昇格以外にも黒馬みたいに大将とはまた別のすごい役職に就いたやつもいそう。サスロはどれくらい強かったんだろう。本部中将は格を保って欲しかった。ひとえにてめえが弱いせいだが、明確な比較対象があるせいで、フィルム Z の兄折連動編にもモモンガ出演してたしどうしてそんなに兄ピがモモンガがお気に入りなのか教えろ。確かに声はかっこいいけど。おつるさん前でなよ、俺下がるよ。バスティーユは相手が悪すぎたのでは。まあみんな中将って言ったらモモンガみたいなところあると思う。情報室中将の黒馬とかイルシチャ豚とかモモウサギとか考えると一定以上の強者は2つ名がつくんだろうな。それこそ名付けたがあり中将の管轄なんだろう。ちょっと待てうろ覚えすぎるだろ。こいつエニエスロビーで海軍撃ったやつ。今週のワンピでこいつの出番あったっけ。正直今のコビーもう少し強いと思ってた。中将実際一部覗いてパッとしねえだら。こんなのいたっけ。最近見ないけど頂上戦争の時いた。バスターコールの時に出てきた中将の一人よ。葉巻を吸ってる中将は雑魚なイメージあるわ。バスティーユが本気出したら人兵瞬殺できるぞ。好き勝手動く奴だらけの中で本部の指示をちゃんと待てるの偉いだろ。まずい、見聞色が使えなさそうな人が紛れていて俺はどうすればいいのかわからない。正直中将弱くしすぎたの失敗だったよな。山火事中将は活躍してるし強いけどな。山火事中将ってそんなに活躍してたのか。そろそろ会えそうだな。山火事、サボからコブラの話聞くのが先だろ。盗聴されてるの分かってるならサボが本当のこと話すと思えないけどな。というか電話先のサボが本物かどうかもわからん。四皇七部会に対象って前提忘れてるやつ多すぎねえか。バスターコール参加組はなんだかんだ上積みだと思っていたのに残念だろ。モモンガとハンコック見る限り中将は七部会相手に勝てはしないけど意地見せられるイのポジションだろう。スモーカー大佐は七部会捕まえたけど鬼様はマルコに海老石の手錠つけたしファンいそうだろ。本部の許可を真っ向連想を徹底するひじりまさる。まずは事実確認だと被ってるのに小物すぎる提携。バスターコールで並んでた奴ら正直好きだけど出番あんまなくて悲しいだろ。バスコショットの株価大暴落ってレベルじゃないんだけどどうなってんの。こいつって赤犬審判だっけ。黒ひげは石にされたバスコも見捨てようとしてるからな。自分から奇襲した戦場で部下がことごとくボコボコにされた上ハンコック殺して幹部含む石化部下見捨てるかハンコックを離して自分が石化させられるリスクを負うかの二択を選ばされてる暫定ラスボス候補。戦争編でおつるさんに下がってるように言った人こいつだっけ。対象力10の次の強さと考えると妥当な実力だろ中将。Z のラストで泣いてたやつだっけ。今の中将に対象になれそうな風格のやついる。ガープおつる以外で。じゃ豚とももうさぎ。2年しか海兵やってないコビーの方が優秀って悲しいだろ。一体どこの世界の話なんだ。いずれわかる。もっと大佐や少将増やせや。なんで海軍のネームドは中将だけ異様に多いんだよ。
小田戦しじりは人形もの大好きだが明らかに軍事には興味がない。ハンコックが思った以上に強いというか七部会が全員やべえ。わかってはいたけどローとそこそこ張り合ってたスモーカーでも上積みだったんだな。網折に出てきたジョナサン中将は結構強しキャラ感あって好き。ドレイクが少々で飛び6砲なんだからそのあたりがベンチマークになりそう。2年前セカンド番前ルフくらいが平均だと思いたい。かっこ、中将。覇王色でバタバタ倒されるし砲撃とかの援護もろくに効果の出ない世界だから、力が強くて前線に立たないと指揮官としての役割も果たせないのは過酷すぎる山火事中将。エニエスロビーでのモモンガ中将は産むとしか言ってなかったな。当たり外れってどっちの立場からの味方なんや。